インタビュー&テキスト、大石はじめ、フォト、ライブ、千秋町田、インタプリタ、飯田千春この10月、台湾、高雄出身の3ピースバンド、エレファントジムが再来日を果たす。彼らは、今年1月と4月にも日本ツアーを行ったが、今回の日本公演は最新作ワールドリリースに合わせて行われてきた大規模なワールドツアーの締めくくりとなる。以前はマスロックやポストロックなどのジャンルと共に語られてきた彼らだが、世界各地で称賛される変幻自在のライブパフォーマンスはもはやジャンル名すら必要としないだろう。今回は待望の再来日を前に、エレファントジムと、小西亮、ゾウ眠り社、CRCK、LCKS の座談会を企画した。今年1月の日本ツアーでは、ゾウ眠り社が、ホーンセクションとして待望。11月に予定されている、エレファントジムの台北公演では小西が参加することが決まっているなど、両者は固い絆で結ばれているようだ。4人の対話を通じ、エレファントジムの魅力や国を超えたコラボレーションの意義について考えてみたい。国や言語を超えたコラボ、エレファントジムと小西さんが初めて会ったのはいつ頃なんでしょうか。チャーチン、ドラムス、タンドレさんの台湾公演で、エレファントジムがオープニングアクトをやったことがあるんですけど、その時、タンドレのバンドメンバーとして参加していた小西さんに初めて会いました。それ以前から小西さんという素晴らしいサックスプレイヤーがいるということは友人から聞いていたので、会うのが楽しみだったんですよ。小西さんは英語も堪能なので、会ってすぐにいろんな話をしたことを覚えています。その時、いつか一緒にやりたいですねという話もしました。小西さんはその時どんな話をしたか覚えていますか？小西、よく覚えてます。会う前から彼らの音楽を聴いていたんですが、実際のステージが本当に素晴らしくて涙が出るほど感動しました。彼らの音楽にはエモーションが込められていて、強力なエネルギーを感じましたね。あと、KT はライブ前後でビールを飲みながらみんなと談笑していて、すごくいい雰囲気のバンドだなと思いました。彼らは僕が今やってる CRCK、LCKS のことを知ってたし、そのバンドのドラムである石、ジャクシュンのこともよく知っていたので、お互いの活動のことをいろいろ話しました。そこから今年1月のゾウ眠り社とのコラボレーションにつながるわけですね。ベル、ギター、ピアノ、そうですね。コラボレーションは僕らの日本のマネージャーさんからの提案でもあったんですよ。僕らにとっては海外アーティストとツアー全体で一緒に回るのは初めてだったので、ちょっと緊張しました。小西、台湾で最初に会った時は楽しく話をしましたけど、実際にコラボレーションするとなるとやっぱり少し緊張するところはありますよね。そこは僕も一緒です。オファーが来た時、小西さんはどう感じました？小西、エレファントジムのファンなので、すごく興奮しました。どちらかというと、自分のプロジェクトに誰かミュージシャンを招くことは多いんですけど、自分が呼ばれるケースは本当に少ないんですよ。なので、すごく嬉しかったですね。今年1月の日本ツアーでは、ゾウ眠り社は各公演とも6曲に参加しましたね。事前のやり取りはどのように進めたのでしょうか。テル、最初、僕らからスコアを送ったんですが、小西さんの方でアレンジをするかもという話がありましたよね。実際は元のスコアで演奏することになったんですが、小西、そうそう、変える必要もないと思ったので、そのままやることになりました。
フェティ、ベース、そのあたりのやり取りもすごくスムーズでしたね。最初のリハーサルもバッチリでしたし、ただ、りょうさんがどうしても1音だけミスしてしまうフレーズがあって、何度やってもうまくいかなかったんですよ。うまくいかないから、気分転換にビールを飲むことにしましたかっこ笑い。小西、あのビールは美味しかったねかっこ笑い。日本ツアーの感想を聞かせてください。チャーチン、日本でツアーをしたことはそれまでもあったんですけど、日本のプレイヤーと一緒に回るのは初めての経験だったので、とても楽しかったです。お互いのことを知る機会にもなりましたね。小西、あのツアーは素晴らしい体験でした。エレファント・ジムの3人とは育った国も違うし、環境や文化的背景も言語も違うけど、だからこそ互いの違いが分かって話していても楽しいんですよ。リハーサルの段階で音楽に対する彼らの姿勢が伝わってきたし、とにかくバイブスが良くて、ケティ、あの時は音楽のことや人生のことについても話しましたね。そういえば、オーシャン・イン・ザ・ナイト、夜用風景という曲の歌詞について聞かれたことがあったんですよ。これって悲しい歌なの？と聞かれたんですが、まさにそんな内容の歌なので、説明しなくても歌詞の内容まで理解してくれているんだなと嬉しくなりました。小西、彼らの音楽にはどこか寂しさや悲しみのような感覚を感じるんですよね。オーシャン・イン・ザ・ナイトは特にそういう感覚を感じたので、歌詞について質問したんですよ。あのツアーでは政治や個人的な悩みについても話したし、自分たちと同じような悩みを抱えてるんだなとも思いました。そんなに熱く議論するような感じではなかったけど、 KT はハードコアで熱いよねかっこ笑い。 KT、 そうかなかっこ笑い。オーシャン・イン・ザ・ナイト、夜用風景メガボルト。